ジョン・ダドリー、初代ノーサンバランド公爵ジョン・ダドリー、1502年から1553年8月22日は、イングランドの政治家、帝神、軍人、貴族、チューダー朝の国王ヘンリー・パス・セイとエドワード6世の時代に官職を歴任し、1542年に、1547年に、ウォリック博に除された。 1549年にエドワード6世の摂生である初代サマセット公、エドワードシモアを失脚に追いやったことで国政を主導する立場となり、ノーサンバランド公に上された。財政改革やプロテスタント政策を推進した。1553年にエドワード6世が崩御すると、カトリックのメアリー王女の即位を防ぐために、ジェーン・グレーを女王に擁立したが、 放棄したメアリーに敗れて捕らえられ、大逆罪で処刑された。1502年に帝身とその妻第六代の間の長男として生まれる。父、エドマンド・ダドリーはヘンリー7世の財政官であったが、1509年にヘンリーパス生が即位するとたちまちに失脚し、ジョンが8歳の時の1510年に反逆罪で処刑された。母は、翌1511年にエドワード4世の処子と、 再婚した。ジョンが11歳の時の1512年から1513年にかけての議会において亡き父の試験剥奪は解除された。1523年に初代サフォーク公爵チャールズ・ブランドンの指揮下に行われたフランスカレーへの上陸作戦に参加し、選考によりナイトに上された。1524年にはクリニッジで開かれたヘンリー・パッセイ隣席の やで活躍した。1530年に母からライルダン爵位を継承するが、彼はこの称号を使用しなかった。1532年には、ウォリック上場を守るに就任した。1534年から1536年の議会ではを務めている。1534年には、ロンドン東部機構長官となり、1536年には、 スタッフ,フォードシャアのシェリフに就任した。1537年にはスペインに特使として派遣された。同年、王の取り巻きたちの長となる。1538年9月には、カレー副総督に就任した。1540年には、ヘンリーパスへの4番目のツマアン・オブ・クレーブズの種名頭となった。1542年3月3日に、ママ父のライル施釈。 アーサー・プランタジネットが死去。ライル死者区位にはジョン芸の継承を認める規定があったが、3月12日に新規の形でライル死者区に除せられている。同年に就任した。1543年から1547年にかけてに就任した。1543年4月にはガーター勲章を授与され、また数密顧問館に列する。 1544年にはで艦隊を指揮し、フランス軍のブローニュ侵入を抑える武功を挙げた。1546年の終戦まで、そこにとどまり、同年7月には、パリに特使として派遣された。ヘンリー・パッセイが病に伏せる中の1546年12月に、宮廷内保守派の大物である、第三代ノーフォーク公、トマス・ハワードが逮捕されて失脚した。これ以降、 ライル支社区や初代ハートフォード伯爵、エドワード・シーモアラ・プロテスタント改革派が対等するようになる。1547年1月にヘンリー・パッセイが崩御し、ヨーオ・エドワード6世が即位した。ライル支社区はヘンリー・パッセイの遺言において、ヨーオ・エドワードに代わって、統治を行う16人の数密顧問官の一人に指名されていた。ヘンリー・パッセイとしては、 集団指導体制にすることで、特定の人物が息子をないがしろにすることを避けようと、起としたのだが、結局この遺言は守られず、エドワード六世の叔父にあたる初代サマセットエドワード、シーモアが、摂政に就任して、国政を牛耳った。1547年2月16日には、ボリック伯爵に助せられた。同年9月に、 サマセット港によるスコットランド進行作戦のに参加した。1548年から1550年にかけてはに就任した。1549年から1550年にかけては海軍協に再任した。1549年7月にはイングランド東部で共有地の囲い込みに反発する農民の反乱が発生した。サマセット港はこれまで 農民の苦境に理解を示すことで国民人気を得ていたのでこの反乱にも一定の理解を示して鎮圧を遵順した。その間にウォリック博は傭兵部隊を率いて出陣し容赦なくこの反乱を鎮圧してロバート・ケットはじめ反乱指導者を処刑した。これによってウィリック博は水密院における立場を固めた。権力を拡大させるボリック博は サマセット公を排除して、自らが国政を牛耳ることを狙うようになり、数密院でサマセット公のケットの反乱をめぐる責任を追求した。そして1549年10月にサマセット公を逮捕、一時釈放されるも1551年に再逮捕され、1552年1月に処刑させた。サマセット校失脚後、 彼が最高権力を握ることになった。1550年2月には、枢密院議長とに就任した。1551年には国王に自らを、ノーサンバランド公爵に除させた。ノーサンバランド公は、サマセット公と比べると、プロテスタント信仰への情熱は弱いと見られており、カトリックたちはこの権力者交代で、宗教政策が転換されることを期待したが、 エドワード6世が熱心なプロテスタントに成長していたため、ノーサンバランド校も国王の信任を維持するため急進的なプロテスタント政策を遂行した。スツ密院の命令として製造の破壊を命じるとともに保守派の聖職者の追放と改革派の聖職者の登用を推し進めた。サマセット校時代に作られた共通基礎書より、 プロテスタント的に改正した共通義道をトマス・クランマーに作成させ、1552年の礼拝統一法によってすべての教会にこの祈祷書の備え付けを命じた。1553年にはアウクスブルク信仰告白をもとに42信仰過剰を制定。その内容はエリザベス女王時代の39信仰過剰にも引き継がれイングランド国教会の基礎となる。 外交面では、危機的な財政状況を鑑み、ヘンリーパス政時代から続くフランスとスコットランドとの戦争を終わらせることを決意。和平交渉を行い、1550年にはフランス、1551年にはスコットランドと講和した。また、太平洋、レパンとアフリカ海岸への遠征を開始させて、新大陸に最初の領土を獲得した。後に、 世界最大の植民地帝国となる大英帝国の最初の基礎を築いた。これまで、戦費の穴埋めに通貨悪いが行われてきたが、ノーサンバランド港も当初それを踏襲して1551年に通貨悪いを行っている。しかしこれにより、通貨の信用が低下して、インフレーションが発生したため、初代ウィンチェスター公爵、ウィリアム・ポーレットや国際金融専門家、 トマスグレーシャ村の助言を入れて1552年には、かの品質を向上させた。財政機構改革にも乗り出し、財務府の汚職や縄張り意識、人員過剰などの問題にメスを入れた。また、能率的な会計監査制度を財務府に導入した。1551年から1552年にかけてはを務めている。1553年半ばになると、エドワード6世が、 悪性の官房により、既得状態に陥った。ヘンリー・パッセイは、エドワードの次の王位継承権者として、メアリー王女を指定していたが、メアリー王女は、熱狂的なカトリックであり、プロテスタント政策を遂行する、ノーサン・バランド公を恨んでいた。彼女が即位したら、ノーサン・バランド公は処刑され、カトリック政策が推し進められることは必死だった。そのため、 ノーサンバランド公としては、メアリー王女の大継承をゼガヒでも阻止せねばならなかった。彼はヘンリー七世のひ孫にあたるジェーン・グレイを次の女王にすることを計画し、1553年5月には、自らの六男ギルフォードをジェーンと結婚させた。そして、ジェーンの即位が、プロテスタント信仰を守る、唯一の方法であるとエドワード六世を説得した。プロテスタントである。 エドワード6世も、メアリーのことは嫌っていたのでこの計画に同意し、ジェーンを次期女王に指名する遺言を作成した。1553年7月6日に、エドワード6世が16歳で崩御すると、ノーサンバランド公は直ちにジェーンに即位宣言を行わせた。数密院も全員ジェーン即位を指示した。しかしこれに反発した。 メアリー王女は7月10日にもフラムリンガム城へ逃れ、そこで同志の貴族を集めて拒兵した。ノーサンバランド公の予想に反して、多くの人々が彼女のもとに集まった。とりわけプロテスタント色が強いはずの南東部の人々がメアリー支持に動いたことは計算外だった。ノーサンバランド公はこれを鎮圧すべく、傭兵部隊を率いて、ロンドンを出陣したが、部隊の繊維は低く。 脱走兵が相次ぎ戦闘できる状態になかった。また公爵がロンドンを離れて間もなくジェーン擁立を支持していたはずの数密顧問官たちが続々とメアリー支持に寝返った。最後までジェーンへの忠誠を貫いたのはジェーンの父である初代サフーク公ヘンリー・グレート・トマス・クランマーだけという状況だった。戦況を絶望しした農産バランド公はメアリー女王の即位を認め、 7月末に、ケンブリッジで、メアリー軍に投降した。投降後、大逆罪の容疑で裁判にかけられた。カトリックに回収することで延命を図ろうとしたが、効果はなく、1553年8月22日に、ロンドン島のタワーヒル形状において、大逆罪により処刑された。当初メアリーは、ジェーンとギルフォードを処刑する気はなかったが、1554年に、 釈放された、ジェーンの父、サフォークコがメアリーと、スペイン皇太子、フェリペの結婚に反対するは、イットの乱に参加して処刑された。その影響で、結局ジェーンと、ギルフォードも処刑された。ギルフォード以外の息子たちは釈放されている。三男と四男には、ボリック吐くくらいの復活と継承を認められた。また、イツオロバートは後に、エリザベス一世の長身となり、 レスター伯爵に譲されている。低身の娘と結婚。彼女との間に以下の八男二女を設ける。1530年に母の死により以下の爵位を継承したが、使用しなかった。1542年3月12日に以下の爵位に助される。1547年2月16日に以下の爵位に助される。 1551年10月11日に以下の借位に除される。1553年に大逆罪で有罪判決を受け、全借位剥奪の上処刑された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。